アマアマと稲妻はアメインギドによる日本の漫画作品。グッド・アフタヌーンにて2013年3月号から2018年9月号にかけて3回掲載後、1回救済というペースで連載された。同年10月号から2019年1月号までは番外編が連載された。この漫画がすごい。2014男編で8位を獲得。 単行本前12巻の累計発行部数は300万部を突破している。半年前に妻を亡くした高校教師、犬塚光平は男で一つで幼稚園に通っている幼い娘、つむぎを育てていたが料理がほとんどできないためコンビニ弁当での食事や外食ばかりの日々を送っていた。ある日、つむぎと出かけたお花見で母にドタキャンされ泣きながらお弁当を食べていた。 女子高生、飯田小鳥と出会う。彼女との出会いを経て、紡ぎにまともな食事を食べさせてやりたいという思いに駆られた、公平は小鳥の母が経営する料理や、恵みを訪ねる。そこで小鳥と一緒に炊いた土鍋のご飯をきっかけとして、三人で定期的に料理をするようになり、料理の楽しみに目覚めていく。2016年7月より9月まで、 読売テレビ他にて放送された。アスミックエース、トムスエンタテインメント、新鋭動画、JR 東日本企画、住友商事の5社が共同で企画し、立ち上げたアニメプロジェクト、アニメの目第一弾作品となる。5社に加えて、ビデオメーカーの投影ビデオが制作に参加している。PD、DVD における端末の初回生産分は、 ピクニックアイテムとなっていて、BD、DVD を全巻揃え、なおかつ原作コミックス第7巻の限定版に付属する弁当箱を追加するだけで、ピクニックセットが完成する。ありがとうございます。